皆さんこんにちは、こんばんは。お疲れ様です。マイクライフの時間ですよ。今日は、とうとう、エンダーパールが集まったので、ポータル探しに行ってきますよ。エンダーパールを全部エンダーアイに変えて、とりあえず20個は投げないようにして、8個で探してみます。ポータル見つかっても、1個もついてない場合があるので、まあ、足りなくなったらネザーつなげて、また今度行けばいいしね。さあ、ドキドキするー。忘れ物ないようにしなきゃね。長旅になるかもだし、食料とかはエンダーチェストに入れてます。確認確認。これの中身は、黒曜石、食料、松明、とりあえず、大丈夫かな。あ、ベッドは手持ちニット。1投目がドキドキするー。せーの、ボーイ。あ、そっち方面ね。行きましょう。適当な感覚でまた投げてみようね。ボーイ、ここだったらどうしよう。ボーイ、ボーイ、ボーイ。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 うわ、ここ。ボーイ。ボーイ。この辺りみたいです。ちょっと、支度しますね。では、掘り掘りしますよ。直下掘りですが、安全に2マス掘ります。あ、来たー。うお、入れるよ。まだ、湧いてないうちに。ある程度湧き潰しをしないとね。何してんの？ああ、あったあったー。早く早く、壊さなきゃ。水邪魔ー。急げ急げ。ああ、湧いちゃった。今だ。ふう、やったね。一個はあったね。湧きつぶし続きします。図書室見つけたいの。なんか、敵さんいないねー。もったいないから、鉄のドアと柵は、回収してます。
ここは、海の中かな？あっち側にまだありそうですねー。さあ、これでゆっくり漁れる。本棚はネザーつなげて回収に来ようかな。宝箱どこだっけ？あったあった、ほう。はい。無事に見つかりました。案外近かった。少しずつエンドに行く準備、しなきゃですね。まずは、ネザーつなげて、防具、武器も見直して、あとはあれ？ネザライト？だっけ？探さないとね。ネザーブラマイ初めてだわ。古代の残骸？何個いるのかな？調べてみましょう。今回真面目にマイクラしてるから、ドキドキが止まらなーい。さてさて。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら、チャンネル登録、高評価、コメントなどいただけたら、テンション爆上がりです。それでは、次も見てねー。バイバイ。